アメリカ戦場保護プログラムによる調査地図南北戦争のパルメット農場の戦いは1865年5月12日から13日にかけて戦われた。ロバート・イリーの軍の降伏の後の様々な出来事の中にあっては無視されがちな事件であるが、これは南北戦争における最後の武力衝突と位置づけられている。1865年初め。 テキサスにおける両軍は、さらなる敵対を避けるべく紳士協定を結んでいた。当時、ほとんどの合衆国軍部隊は、テキサスを引き上げて、東部の作戦に向かっていた。連合国軍は、ヨーロッパとの面貿易と供給物資の輸入のため、戦争で残った港の防備を務めていた。メキシコ人は、入りが良い密輸のために、連合国側につく傾向があった。 このような状況でなぜ不必要な戦闘が起こったかは謎として残っている。おそらく合衆国軍のセオドアイチバレット大佐が戦争後の政治的な野心を持っていたことにある。地域の綿の輸出もメキシコ人の密輸も戦争には多くの影響を及ぼしていなかった。バレット大佐は確かに戦歴が非常に乏しかった。戦争中彼の直面した戦闘は ほとんどなかったと言われており、戦後の彼の政治的願望を鼓舞したいと感じ、戦争の英雄としての名声を作る必要があった。彼が戦後に選挙に打って出るなら、対立候補はおそらく元軍人という肩書きと予測されたことが原因と考えられる。バレットは、ブラウンズビル郊外のブラウントリで近くにある、ブラゾス・サンティアゴ貯蔵所で野営しているジョン・リップ。 フォード小冊指揮する南軍を攻撃するよう、デビッド・ブランソン中佐に指示した。北軍部隊は、南軍の野営地を攻撃するため、ブラゾス・サンティアゴから川上に行軍し、最初はそれに成功した。南軍は、敵対関係が終わったと理解していたためである。しかしながら、多少の混乱と激戦の後に、北軍部隊は気を取り直した南軍によって、撃退された。 翌日、再び北軍は攻撃を仕掛け、また最初は成功したが、結局は失敗に終わった。最終的に北軍は海岸まで撤退した。バレットによる1865年8月10日の公式報告書では、北軍の犠牲者は死者、負傷者、不明合わせて118名、南軍の犠牲者は数十名の負傷者のみで、死者はいなかった。 南北戦争で最初の大海戦第一次ブルランの戦いのように両軍ともに少しの利益ももたらさずに戦いは南軍の勝利として記録された。またニューオーリンズの戦いのように戦争が終結した後に発生した戦闘のため結果には何の影響ももたらさなかった。テキサス軍は1865年5月26日に正式に降伏した。 連合国エドマンド・カービー・スミス将軍は6月2日にミシシッピ川流域戦線における軍隊の降伏を認めた。第34インディアナ風評連隊の兵卒、ジョン・ジェイ・ウィリアムズはこの戦闘での最後の戦死者になり、おそらくは南北戦争全体でも最後の戦死者となった。記念碑この地域は1865年当初からその姿をほとんど変えていない。 1997年には、アメリカ合衆国国定歴史建造物に指定された。ありがとうございます。